平野翔とガンユータの友情です。騎士もインスタグラムで、M 捨てみてね、と投稿し、ファンにボンの披露を告知しました。2024年5月17日の夜、SNS は異常な熱気に包まれていました。平野翔の突然のインスタグラム更新に、多くのファンが驚きと興奮を抑えきれずにいました。数日間の沈黙の後、捨てみてね、ボン、と投稿されたメッセージに、 誰もが目を奪われました。さらに驚くべきは、彼が所属するバンドナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンをミュージックステーションエムステで披露するという知らせでした。平野翔のカリスマとファンの反応。平野翔は、そのカリスマ性と才能で知られています。今回のインスタグラム更新には、多くのファンが、久しぶりすぎて涙出た、大好き、とコメントし、その感動を共有していました。 特に印象的だったのは、彼のプロデュースによる新曲、ボンに対する期待感です。ファンたちは、星座待機です、とまで言い、まるで自分たちがステージに立つかのような緊張感を持っていました。ボンが披露されるその瞬間を見逃すまいと、彼らは仕事を早めに切り上げ、家族の協力を仰いでまで準備を整えました。ナンバーアンダーライン愛と、ボンの舞台裏。 平野翔がプロデュースするナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンには特別な意味が込められています。バンドのメンバーと共に作り上げたこの曲は彼自身の経験や思いが詰まっています。ファンはボンが単なる曲ではなく彼の成長や変化を映し出す一つの作品であることを理解していました。ボンというタイトルはファンの間で盆栽のボンではないかと憶測されていました。確かに 平野の投稿には自然や伝統に対する彼の深い敬意が感じられます。これが彼の新曲にどのように反映されているのかファンは興味津々でした。期待の高まりと新しいビジュアル。新曲ボンの発表に伴い平野翔の新しいビジュアルも話題になりました。サングラスをかけた姿、可愛らしい T シャツと太いネックレスのギャップがファンの心をくすぐりました。 どこ見てるのかなと彼の目線にまで関心を寄せるファンもおり、その一挙手一投足が注目の的でした。また、彼のスタイルに対するコメントも数多く寄せられました。サングラスかけてると目はどこ向いてるのかなってすぐアップにしちゃうの悪い癖といった細かい観察から新ビジュアル見せてくれないところさすがしょうという期待と不安が入り混じった感想までファンの愛情が溢れていました。 平野翔と岩優太の友情もう一つの注目ポイントは平野翔と岩優太の友情です。岸もインスタグラムでエムステ見てねと投稿しファンにボンの披露を告知しました。二人の友情はファンにとって特別なものであり彼らが一緒にステージに立つ姿を見ることができるのは感動的な瞬間でした。ファンの期待と興奮平野翔と岩優太のインスタグラム更新により ボンへの期待は、ますます高まりました。ファンたちは、朝から、ボン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 と心の中でリフレインし、その日を迎えるために、様々な準備をしました。娘用願いだから、学童で宿題を終わらせておいてくれ、な、といった具体的なエピソードもあり、家庭や職場での奮闘が感じられました。ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、エムステの舞台、その瞬間を見逃すな。 ついに、ミュージックステーションの時間がやってきました。平野翔がプロデュースした、ボンはどのような曲なのか、ファンは息を呑んで待っていました。サビがキャッチーであることは知られていましたが、それ以外の詳細は謎のままでした。ファンは、どんな曲なんだろうどんな衣装かなどんな振り付けかなと、期待と興奮が入り混じっていました。パフォーマンスの後、反響と感動。 ボンのパフォーマンスが終わると、SNS は再び大きな反響に包まれました。将君、ありがとう、見るよボン、といった感謝と感動のコメントが溢れ、ファンたちの喜びが伝わってきました。その瞬間を見逃さなかった人々は、録画しながらリアルタイムでそのパフォーマンスを楽しみ、再び見返しては、その魅力を再確認していました。終わりに、新たな期待と未来への展望。 今回のボンの発表は、平野翔とナンバーアンダーライン愛にとって新たな一歩となりました。ファンたちは、この先に待っているさらなる進化と新しい挑戦を楽しみにしています。平野翔の才能とカリスマ性は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。ボンという曲を通じて、平野翔はファンにどのようなメッセージを伝えたかったのでしょうか そして、次に彼が見せてくれる新しい一面とは何でしょうかこの問いに対する答えを探しながら、ファンたちはこれからも彼の活動を応援し続けることでしょう。次なる更新を楽しみに、平野翔の未来に期待を寄せて。ボンの成功は、平野翔がただのアイドルからアーティストへと成長した証です。彼の音楽に対する情熱と努力が、この一曲に凝縮されていることが、 ファンの反応からも明らかです。彼のプロデュース能力やアーティスティックなビジョンが多くの人々を感動させ、新たなファン層を引き寄せることになりました。ボンがリリースされたことにより、音楽業界にも大きな影響を与えました。平野翔のユニークなスタイルと音楽性が新たなトレンドを生み出し、多くのアーティストにインスピレーションを与えました。彼の作品は、 今後の音楽シーンにおいても重要な役割を果たすことでしょう。ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグファンとの絆の強化。平野翔は自身の音楽を通じてファンとの絆を強化しています。SNS での更新やライブパフォーマンスを通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、その思いを音楽に反映させています。ファンからの絶対見るよ、翔くんプロデュースって聞いてますますそわそわしてる。 というコメントからもわかるように彼らの期待に応え続ける姿勢が評価されています。最後に平野翔はファンに対して深い感謝の意を表しています。彼のインスタグラムのストーリーやライブパフォーマンスはファンへの感謝と愛情を込めたメッセージです。といったコメントからもファンがどれほど彼を応援し彼の音楽を楽しんでいるかがわかります。ボンの成功は 平野翔にとって大きなマイルストーンとなりました彼の音楽とパフォーマンスが多くの人々に感動を与え新たなインスピレーションをもたらしたことは間違いありません彼の未来に対する期待はますます高まっています平野翔が次にどのような道を歩むのかその先に待っている新たな挑戦とは何かファンたちはその答えを楽しみにしながらこれからも彼を応援し続けることでしょう そして、ボンの成功を糧に、彼がさらなる高みへと羽ばたいていく姿を見守るのです。ボンの成功を踏まえて、平野翔が次に挑戦するのはどのようなプロジェクトでしょうか彼の音楽の中に隠されたメッセージとはそして、ファンたちはどのように彼の成長を支えていくのでしょうかこれらの問いに答えを見出すために、私たちは引き続き彼の活動を追い続ける必要があります。 平野章の未来はまだまだ未知数です。しかし彼の情熱と才能がある限り彼の道は輝かしいものになることでしょう。ファンと共にその一歩一歩を楽しみながら新たな音楽の旅を続けていくのです。